皆さんこんにちは。今回は前回の動画で紹介したモッド、ソルティーズ・リアリスティック・フォージングをさらに深掘りして紹介していきます。ソルティーズ・リアリスティック・フォージングは、よりリアルな鉱石の加工が楽しめるモッドです。加熱した鉄をハンマーでインゴットの形にしたり、溶かしたインゴットを型に流し込んでツールを作ったりすることができます。マイクラをもっとじっくり、のんびりと遊びたい方におすすめのモッドです。では早速、それぞれの鉱石の加工方法を解説していきます。まずは鉄から。鉄鉱石を採掘すると、鉄の原石、ではなく、このような、汚れた鉄の原石がドロップします。このままでは加工することができないので、まずは汚れを取るところから始めましょう。原石の汚れを取る方法は、素手で取る。紙を使って取る。専用のブラシを使って取る。の3つの方法から選べます。紙を使えば素手よりも早く、専用のブラシを使えば、追加で鉄ナゲットになるアイテムがもらえます。ブラシは小麦と棒で簡単に作ることができるので、できればブラシを使いたいですね。鉄の原石がきれいになったら、これをかまどで焼いていきます。バニラでは焼いた時点でインゴットになりますが、このモッドを導入すると、このように加熱された鉄の原石が出来上がります。オレンジ色で、いかにも熱そうな見た目ですね。このアイテム、そのまま取ると、このようにダメージを受けてしまいます。木の棒から作れるトングを使って、安全に取り出しましょう。トングを手に持った状態で加熱された原石をインベントリに入れればトングで持ってくれます。加熱された鉄が取り出せたら次はこれをインゴットの形に成形していきます。成形するためには大きな石と任意のハンマーが必要です。大きな石はワールドの至る所で見つかります。ピッケルで回収できるので見つけたら一つ取っておくといいでしょう。ハンマーは石と棒をこのように並べると作ることができます。2つが用意できたら、水源の近くに大きな石を設置、そしてトングを右手に、ハンマーを左手に持って、大きな石を右クリックすると、このように、ハンマーで鉄を叩いて、形を整えてくれます。アニメーションもついていて、見ていてとても楽しいですね。数回叩くと、インゴットの形へ成形されます。最後に水へ入れて、鉄を冷やせば、無事、インゴットの完成です。お疲れ様でした。汚れた原石をきれいにするときにブラシを使うと、鉄のナゲットになるアイテムが追加でもらえる、という話を先ほどしました。このアイテムは、水で洗って、かまどで加熱して、水で冷やせば、鉄ナゲットが手に入ります。インゴットよりも短い工程で加工できるので、時間があるときに、こちらも加工しておきましょう。いくつか鉄が集まったら、まずは鍛冶屋のトングを作るのがおすすめ。鍛冶屋のトングは、木のトングと違って、何回でも使えるとても便利なアイテムです。鉄と鉄ナゲットで簡単に作れます。鉄ブロックと鉄インゴットを使うと、大きな石の代わりになる金床が作れます。作業のスピードが大きな石よりも速いので、余裕ができたらこちらも作りたいですね。また、他の鉱石を加工するときには、溶鉱炉、大釜、鍋なども必要になります。これらも並行して作っておきましょう。次は、銅の加工方法を見ていきましょう。作業をするために鍋とすりこぎ、レンガから作ることのできる型が必要になります。作業に移る前に、この3つを用意しましょう。銅をインゴットにするには、まず、銅の原石を粉々にする必要があります。銅の原石を鍋に入れて、それをすりこぎで粉砕します。これで、銅鉱石が粉状になって、溶かせるようになりました。次に、これを溶鉱炉で加熱します。かまどでは温度が足りず、加工できないので注意しましょう。しばらく待つと、溶けた銅の原石が手に入ります。取り出すときは、トングを使うことをお忘れなく。銅を溶かすことができたら、これをレンガの型に流し込んでいきます。最後に片言水で冷やして取り出せば、無事銅のインゴットの完成です。鉄とは全然違った工程で、とても楽しいですね。金インゴットは銅と同じく、溶かして型に流し込んで作りますが、少しだけ工程が違います。銅に比べると工程が簡単なので、サクサク見ていきましょう。まずは金の原石を洗って、ゴミを取り除きます。そのあたりの水源でも洗えますが、大釜の水を使うと、より素早く洗えます。たくさん洗うときは、大釜を使うのがいいでしょう。洗い終わったら、それをレンガの型に入れて、溶鉱炉で溶かしていきます。銅と同じく、かまどでは溶かせないので注意しましょう。金が溶けたら、水で冷やして取り出せば、金インゴットの完成です。加熱した型を水で冷やすとき、型が壊れてしまうことがあります。型の素材が安いので、あまり気にする必要はありませんが、適当な水源で冷やすと壊れる確率が高いことは、覚えておきましょう。
ダイヤモンドとエメラルドの2つは宝石なので、加工方法が全く違います。彫刻ハンマーとのみの2つが必要になるので、準備しておきましょう。まずは、ダイヤモンドの加工方法から解説していきます。ダイヤの鉱石を採掘すると、鉱石がそのまま手に入ります。これを持ち帰って、適当な場所に設置して、このように、ハンマーとのみで、中のダイヤを取り出しましょう。一度右クリックするたびにダイヤモンドの部分が露出していき、3回目で取り出すことができます。取り出したアイテムは、こんな感じの見た目。なんだかデコボコしていて、不格好な見た目ですね。次に、デコボコしたダイヤモンドを持って、石切り台にシフト右クリック。これでダイヤモンドを切断して、2つに切り分けてくれます。最後に砥石でダイヤモンドを磨いて、形を整えます。3回磨けば。はい、ダイヤモンドの完成です。切断した時に2個かけらが手に入るので、1つの鉱石から2つのダイヤモンドが手に入ります。序盤はダイヤモンドが不足しがちなので、かなりありがたいですね。エメラルドは、ダイヤモンドとほとんど同じ工程で加工できます。砥石で磨くところまでは全く同じなので、割愛しちゃいますね。ダイヤモンドはこの時点で終わりでしたが、エメラルドでは、さらに2つの工程が必要です。まずは紙と砂、砂利を組み合わせて、紙ヤスリを作ります。そしたら、これでエメラルドを磨いて。最後にハニカムを塗って、光沢を出します。これでエメラルドの加工ができました。ハニカムが必要になるので、他と比べるとちょっと面倒ですが、個人的に作っていて一番楽しいと思います。ハニカムをエメラルドに塗る時の音が気持ちいいですね。最後は、ネサライトの加工方法を見ていきましょう。個体の残骸は非常に硬いので、普通のツルハシでは回収することができません。なので、まずはネザライトを壊すためのツールを作る必要があります。それがこのスレッジハンマー。ダイヤモンドから作ることができるので、事前に準備しておきましょう。ネザーで古代の残骸が見つかったら、スレッジハンマーで右クリック。すると、ハンマーを思いっきり振り上げて、古代の残骸を壊してくれます。豪快で見ていて楽しいですね。古代の残骸が手に入ったら、バニラと同じようにかまどで焼いて、かけら4つをまとめて、大きな鍋に入れます。次に、ネサライトのかけらが入った鍋を左手に、溶岩バケツを右手に持って、空中を右クリック。そうすると、鍋の中に溶岩を注ぎ込みます。溶岩の熱で、ネサライトのかけらを溶かすわけですね。しばらく待つと完全に液体状になるので、そうしたらそこに、金インゴット4つを溶かします。これでネサライトインゴットの元ができました。あとはレンガの型に入れて、水で冷やせば、ネザライトインゴットの完成です。ここまでは各鉱石の加工方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。インゴットを作るまでの流れが、バニラよりかなり複雑になっていたと感じた方が、多いのではないかと思います。ソルティーズ・リアリスティック・フォージングでは、インゴットを使ったツールの作り方も変更されます。インゴットと棒を作業台に並べても、ツールが作れなくなる、ということですね。というわけでここからは、各ツールの作り方を見ていきます。なお、現時点では変更されるのは、鉄、金、ダイヤモンドのツールだけですが、バージョンによっては、他のツールも変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。では実際に、鉄のツールを作っていきましょう。基本的な作り方は、どれも同じ。今回は例として、一番複雑な鉄の剣を作っていきます。まずはインゴットを組み合わせて、剣の形にします。両手に鉄のインゴットを持って、右クリック。これで2つのインゴットを組み合わせて、剣の形にしてくれます。アイテム名にソードと書かれていることを確認しておいてくださいね。なお、他のツールの頭もこの方法で作ります。インゴットをそのまま右クリックすると、シャベルの形に。剣の形からシフト右クリックすると、クワの形に。剣の形にインゴットを追加すると、斧の形に。斧の形からシフト右クリックすると、ツルハシの形になります。特に鉄のツルハシは作るのが必須になるので、必ず覚えておきましょう。剣の形にインゴットを組み合わせたら、これをかまどで熱します。加熱されてオレンジ色になったら、トングで取り出して、ハンマーで叩いて、形を整えていきましょう。3回ほど叩くと、剣の形へと変わります。成形が終わったら、水へ入れて冷やしておきましょう。次に、石切り台で適切な大きさに切ってから、最後に砥石で刃を研げば、剣の刃の部分の完成です。ただし、剣にするためには、まだパーツが足りません。まだ刃の部分しかありませんからね。ということで、剣に必要な鐔と持ち手の部分も作っていきます。どちらも簡単に作れるので、あまり身構えなくても大丈夫ですよ。まずは鐔の部分から、鉄インゴットをそのまま焼くと、鐔の元になるアイテムが作れます。これをハンマーで叩いて、水で冷やすと、鐔の完成。刃と違って、追加で加工する必要はありません。
次に持ち手、まずは木材を2つ組み合わせて大きな棒を作成。このままでは長すぎるので、石切り台で切断して砥石で形を整えましょう。これで持ち手の完成です。つばと持ち手が完成したら、2つを組み合わせて1つのパーツにまとめてから刃と組み合わせれば、はい、鉄の剣の完成です。お疲れ様でした。他の鉄ツールはパーツが少ない分もっと簡単に作れます。持ち手の作り方が剣と少し違う点にだけ注意が必要です。石切り台で切断する手順がなくなり、大きな棒をそのまま研いだアイテムが必要になります。次に金のツールの作り方を見ていきましょう。バニラではあまり出番のないツールですが、作り方がとても面白いのでぜひやってみてくださいね。まずはツールの型を用意します。レンガを3つ並べて型を作ったら、それを石切り台で任意のツールの型に加工します。次に溶けた状態の金を用意しましょう。インゴットを作る時の冷やす前の状態のアイテムですね。これを先ほど作った型に注いでいきます。すると少しずつ型が埋まっていくので、型が全て埋まるまで繰り返します。ツールに必要なインゴットの数だけ繰り返せば OK です。型が埋まったら水で冷やして、砥石で形を整えてから、最後に持ち手と組み合わせて金のツールの完成です。鉄のツールの作り方と全く違って、飽きずにツール製作が楽しめますね。最後にダイヤモンドのツールを作っていきましょう。ダイヤモンドのツールはダイヤをそのまま加工するのではなく、鉄ツールにダイヤを混ぜ込むことで作ることができます。まずは混ぜ込むためにダイヤを粉状にしていきましょう。追加された金床の上にダイヤを置いて、鉄のスレッジハンマーで右クリック。そうするとダイヤモンドのかけらが手に入ります。これをツールを作るのに必要な分だけ用意しましょう。今回は剣を作るので2つ作っておきます。用意したかけらは大きな鍋の中に入れておきましょう。次に混ぜ込むための鉄のパーツを用意します。まずは作りたいツールの鉄のパーツを作って、それをかまどで熱します。すると加熱された鉄ツールのパーツが出来上がります。できたらトングを使って取り出しておきましょう。これで必要な材料が揃いました。ダイヤモンドのかけらが入った鍋を左手に、加熱した鉄ツールのパーツを右手に持って右クリック。そうすると鍋の中にパーツを入れてくれます。あとはこれを冷やして砥石で研げば、ダイヤツールのパーツの出来上がり。剣を作る場合はつばの部分も同様の手順で作っておきましょう。すべてのパーツが用意できたら、鉄の剣と同じように組み立てればダイヤの剣の完成です。ダイヤをそのまま加工するのではなく、鉄のツールと混ぜ合わせるという発想がなかなか面白いですね。ご視聴ありがとうございました。今回はリアルな家事を楽しめるモッド、ソルティーズリアリスティックフォージングを解説しました。面白そうだなぁと感じた方は、ぜひ概要欄からダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは、マインクラフトのモッドを紹介、解説をする動画を投稿しています。マイクラのモッドに興味がある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。